聖書を拝読します。ガラテヤ人への手紙5章22節から23節までです。拝読します。しかし御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。このようなものを禁ずる律法はありません。アーメン。金の怒り聖歌隊が賛美を捧げた後、同会長先生の映像説教、御霊の9つの実2回目、喜びというメッセージを聞きます。愛する聖徒の皆さん、今日は御霊の9つの実の2回目の時間です。イエス・キリストを救い主として受け入れた人は、聖霊を賜物として受けて、神の子供として新しく生まれます。そして御霊によって歩むほど、すなわち御霊が導かれる通りに真理に従って行うほど、心に御霊の実を結んでいきます。イエスが私たちの救い主だと知識で知っているからといって、聖霊を受けるのではないと言いました。本当にイエスが救い主であることを知っているなら、そして信じるなら、心の戸を開くのです。救い主として迎え入れますと心の戸を開きます。すると自分が罪人であることを分かるし、なぜイエス様がなぜ救い主になられたでしょうか。自分の罪をあがなってくださるために、そして信仰によって救われるようになさったので救い主なのです。それで自分の罪を悔い改める御業が伴うのです。これは聖霊の御業でしょうが、ほとんどは神様が悔い改めの霊をくださいます。すると過去の過ちや罪を思い起こさせてくださり、悔い改めの御業が起こるのです。一日で一晩中転げ回る人もいますが、数日間かかる人もいます。私の場合もリバイバル聖会の初日から月火水木金曜日までしたと思います。毎日のように心を砕いて罪を告白しました。イエスが私たちの救い主と分かると、このように自分が罪人だったと悟って、過去の罪を悔い改めようとするし、悔い改められるのです。すると信じられる信仰が与えられます。でも悔い改めないから、自分に罪が多いのに悔い改めもしないで、相変わらず罪と悪にとどまっているから、聖霊を受けられないし、信じられる信仰が与えられないのです。聖霊を受けてこそ信仰が与えられるのです。信仰が与えられないから、相変わらず罪を犯しているのです。教会には行ったり来たりして、真理の御言葉を聞いているのに自分は信じられないというのですね。だから証や霊ほど多くの御業すら疑って信じない人もいます。聖霊を受けたならどうして疑いが生じるでしょうか。すべてが事実なのに、印や不思議、神の力も。ですから心の戸を開いて、イエス様を救い主として迎え入れなければなりません。本当に自分の救い主ですと、なぜ今は分かったから。そして神様、私は罪人でしたと悔い改めの霊も求めて、自分が知っていることは心を砕いて告白すればいいでしょうし、悔い改めの霊が与えられなくても、自分が知っている罪は悔い改めるべきです。後で心を砕いて罪を告白できることもあるし、歳月がもっと流れて御言葉を聞いて恵みを受けてからできることもあるでしょう。とりあえず知っていることは悔い改めてこそ、信じられる信仰が与えられるのです。私も主を受け入れてからすぐ心を砕いて罪を告白したのではありません。まず感謝の涙をたくさん流しました。父なる神様、感謝いたします。本当に神様生きておられますねと感謝の涙を流しました。その時は真理をよく知らなかったので、何が罪かも知らなくて、悔い改めの涙は流さなかったのですが、4月27日、神様を受け入れて、リバイバル聖会の時、自分が罪人だと分かりました。リバイバル聖会の講師先生のメッセージを聞いて、ああ、これが罪なんだと聞いて分かって、心を砕いて罪を告白したのです。心を開いて受け入れれば、聖霊をくださいます。その後、悔い改めの御業が
その時、そしてその後メッセージを聞いて悟った後、悔い改められるようになるのです。悔い改めてこそ本当に神様を信じて御言葉通りに生きようと決心するようになるのです。それで皆さん、1ヶ月に1回聖霊の満たしを求める祈祷会がありますね。その時導く方はこういうことをよく知って導いてください。教会には通っていても聖霊を受けていない方がいるなら聖霊を受けるようにしてください。そうしてこそ心の苦しみもなくなって、神様を愛するようになり、罪を悔い改めて御言葉通りに生きようという信仰が与えられるのです。信仰の三段階に入れば、ほぼ御霊に従って真に行うことができます。この時は御霊の実が心に結ばれ始める段階です。例えを挙げると、ブドウの木から花が散ると、花が落ちたところに小さな実が結ばれ始めます。まだブドウというには小さいですが、それでも実が結ばれる兆しが見えるのです。このように御霊に従いながら、心の罪と悪を捨てたほど御霊の実も少しずつ結ばれていきます。そうしながら粒がだんだん大きくなってブドウの形になっていくと、一つ一つが色づいていきます。どころか一つの房についているブドウの粒でも皆同じ速さで熟していくのではありません。すべての粒が実が入ってもあるものは早く熟して濃い紫色にですが、あるものはまだ完全に熟していないので青いです。皆さんこれを聞いて、先生、ブドウにはマスカットもあるんですけど、とか理屈をつけるのはやめましょう。マスカットも熟せば中の種までよく見えます。色が違うからといって他のものもあるんですけど、とか思うなら恵みを受けることができません。まさに信仰の4段階がこのようなブドウの房に例えることができます。信仰の4段階に入れば御霊の意味に入ったと言えます。悪をすべて捨てた心なので、もう肉の願いに従わないで、いつも御霊によってだけ歩みます。どんな不利益があっても、本当に自分が大事に思っているもの、愛しているものを捨てなければならないとしても、御霊がそれを望んでおられるなら、捨てる時も未練なく捨てるのです。こうしていつも御霊によってだけ歩むのです。まめに御霊に従ってきたほど御霊の実がたわわに結ばれてきます。しかしこのような実の中でも、あるものは優れていて、あるものは少し劣っているのです。例えば誠実の実は割合優れていて 90% ほど実ったけれど、乳和の実は 70% ぐらい実っていることもあります。ブドウの粒も同じ木から出たとしても、それぞれの房が違うし、同じ房の中にも粒が大きいもの、小さいものがあって、それぞれ違うし、熟していく速度や色が違います。自生の実は優れていても、喜びの実はそれよりは少し劣っていることもあるでしょう。まだ全部が熟していないブドウの房も、時間がもう少し経つと全体が濃い紫色になります。このように完全に熟したブドウの房のように、あらゆる御霊の実が 100% 熟すると、全く聖なるものとされます。信仰の5段階になって、あらゆる分野でかぐわしいキリストの香りを放ち、神の形に似せられた人です。聖霊の声を明らかに聞いて、聖霊の力を持って思う存分神様に栄光を捧げられます。皆さんの心には御霊の実がどれほど育っているでしょうか。一つ一つの実はどれぐらい熟しているでしょうか。心の血の実がそれぞれどれほど結ばれているか、どの実はまだ熟していないのか、自分でよくチェックしてみますように。すべての実を見事に結んで、
寛容に待たれた父なる神様にとって喜びと慰めになりますよう、主の皆によって お願いします。愛する聖徒の皆さん、第二の実は喜びです。辞書で喜びとは、喜ぶこと、嬉しく思うこととあります。喜ぶこと、嬉しく思うこと。ところが霊的な喜びは単に嬉しく思うことではありません。世の人も良いことがあるときは喜びますが、これは一時的な感情です。辛くて難しいことが起こると喜びもなくなります。しかし御霊の実である喜びが心に結ばれるなら、どんな状況と環境条件でもいつも喜んでいることができます。まさにこのような喜びが結ばれて行うのです。第一テサロニケ 5-16 から18に、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさい、これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることですとあります。いつも喜んでいて、すべてのことについて感謝すること、これが霊的な喜びです。喜びは自分が正しい信仰生活をしているのか簡単に測れる基準の一つです。ある人はどの瞬間も喜んで幸せそうに主の道を歩んでいきます。一方、熱心に信仰生活をしているといっても、いざとなると心の奥から湧き上がる喜びや感謝があまりない人もいます。皆さんの顔を見ると喜びが表情に現れていなければならないのに、心配、憂い、悩みを一人で全部背負っている人のように浮かない顔をしていると、私は気にかかります。いつ事業がうまくいくだろうか。顔が明るくなってこそ解決されるのに、礼拝も捧げて祈りもして使命も果たしているのに、ただ任されたことに責任を果たすように感動もなく信仰生活をしているのです。そうしているうちに、思いがけない困難にでも会おうと、それでもあった平安さえ失って、不安と焦りで揺れ動きます。皆さんが自分の力では到底解決しがたいことが起きたとき、その瞬間の心をチェックしてみますように。今自分は心から喜んでいるのかと。そして自分の顔を鏡に一度映してみてください。その姿が皆さんにどれほど喜びの実が結ばれているのかを見せてくれる一つの尺度になるでしょう。だからといって鏡を見るとき、わざと笑いながら見るのではなく、普段のままを映してみてください。普段の表情のそのままを。実際、私たちが救われたという恵み一つだけでも、いつも喜んでいるのに十分な条件になります。永遠に燃える地獄の火から救い出されて天国に行けるようになった、それ一つだけ考えても、その幸せは全て言葉にできません。エジプトから出てきたイスラエルの民が葦の海を渡った時、彼らはどんなに喜んだでしょうか。聖書にはそれに感激して、女たちが皆タンバリンを持って踊りながら、すべての民が神を褒めたたえたと記されています。このように主を受け入れたばかりの人は、その初めの愛の喜びがどんなに大きいでしょうか。今すぐ明日食べる糧がなくても、いくらきつい仕事で体が疲れても、口から賛美が流れます。主の皆によって迫害されたり、わけもなく苦しみにあったりしても、天国を思うと幸せなだけです。このような喜びが心にずっと望んでいるなら、喜びの実がすぐ完全に結ばれるでしょう。ところが現実を見ると、この初めの喜びを維持している人はそれほど多くはありません。ある程度歳月が経てば喜びが消えてしまうし、救いの恵みを考えても以前のような感激が押し寄せては来ないのです。前はどんな困難があっても主だけ思えばただ幸せだったのに、今は辛いことがあればため息が出て、苦しいことがあれば嘆きます。
皆さんの中にこのような過程を体験している方が結構いるようです。あれほど忠実に仕えて祈りながら熱心だった方が、信仰生活が長くなって5年経って10年経ったら、倦怠期のようなものがやってくるようです。今はちょっと怠けてあまりやりたくないし、そんなものがなぜやってきたのかを考えみてください。自分が世に目を向けたくなったからです。私たちがこのように信仰生活をしていても、世に目を向けるからため息が出ることが起きるのです。苦しいことがあると嘆くし、どうしてこの世に変わるのでしょうか。それは心に肉があるからです。肉があるから。肉の属性を持っている人は、一時は喜びが折れていても、ある瞬間変わって喜びが消えてしまいます。また肉の属性があるので、敵である悪魔サタンがそれに働きかけて喜べない状況を作ります。それではいつも喜んでいるために、それで喜びの実を結ぶためにはどうしたらよいでしょうか。まずはじめに肉を脱ぎ捨てなければなりません。先に人に肉の属性があるので、敵である悪魔サタンがそれに働きかけて喜べない状況を作ると言いました。例えばソネミネタミという肉の属性がなければ、相手が祝福されて褒められるのを見ると自分のことのように喜びます。反対にソネミネタミがあるほど、相手がうまくいくのを見ると苦しいのです。相手に対してわだかまりも生じたり、その人が成功した分自分は低くなるように思えて、喜びを失って気を落とすのです。また憤りや虚しさという肉の属性がなければ、礼儀に反することをされたり害を受けたりしても心が安らかです。自分の中にそんなものがなければ、そんなことにあっても心は穏やかなのです。自分に憤りがあるから、誰かが憤れば自分も憤りたくなるし、癇癪があるから癇癪を起こすのです。自分の中になければ関係ないのです。自分の中に肉があるので、認めてもらえなくて虚しくなって気を悪くして、そのため心が重く辛くなるのです。自分の利益を求める心があると、自分が他の人より損をするような時、とても悔しくて苦しいのです。また肉があるほど霊の信仰が持てないので、神様により頼むこともできず、憂い心配が増えていきます。神様を信じて頼る人は、たとえ今日すぐに日用の糧がなくても喜べます。神様は確かに私たちに必要なものを満たしてくださると約束されました。フィリピ 4-6-7 に、何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、皆さん事業をする方や、職場がなくてもとにかく神様に求める方々、どのようにしますか。何も思い煩わないでとあります。これが信仰です。何も思い煩わないで、あらゆる場合に祈りと願いによって、祈り願い切に求めて、感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。感謝を持って捧げるがついています。ただ祈りと願いによってではなくて、感謝を持って捧げるがついています。何も思い煩わないで、つまり信じて願いなさいという意味です。疑って祈ることは、ヤコブの手紙にあるように答えていただけません。疑わずに信じて、何も思い煩わないで祈ることは、ただ信仰によってすることなのです。あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。ですから願い事は神様に感謝を持ってするのです。そうすれば条件がこう書いてありますね。そうすればその次は分かりますね。その次は皆さんも答えられるでしょう。そうすれば何でしょうか。簡単に言えば、与える、答えてあげるという意味です。そうすれば、人のすべての考えに勝る神の平安が、あなた方の心と思いをキリストイエスにあって、だからキリストイエスにあって
私たちが願い、私たちの主キリストイエスの御名によって祈るのです。ただのイエス様ではありません。キリストイエスにあって、イエスキリストにあって、あなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれますとあります。あなた方の心と思いを守ってくださる、つまり応えてくださるという意味です。思い煩うことがないように、心が生き返るように、願い事を聞いてくださるということです。この御言葉の通り、いくら辛くて苦しくても、霊の信仰のある人は感謝の祈りで神様に全てを委ねます。安らかな心で神の国と義を求めて、その後に自分に必要なものを求めるのです。教会の働き人の皆さんは、特にこの御言葉を心に留めてください。私はいくら大変なことがあっても、誰かの前で思い患ったり心配したりしません。また何かが起きても、周りではこれからどうなるんだろうとか言っても、私は黙っています。1時間先のこと、1分先のことも分かりません。神様だけがご存知です。信仰で委ねたから安らかにいます。聖霊が働いてくださる前は、思いを巡らしません。ああしようか、こうしようか、できるかできないか、いつ頃になるかなど思いません。しかし神様により頼めなくて、自分の思いと計画に頼る人は、心に休みがないし、だんだん心配憂いが増えていくばかりです。事業をしている人も、聖霊の声だけ正しく聞いて行うなら、何をしても成功して祝福が折れるでしょう。どころか欲と焦り、肉の思いがあれば、聖霊の声が聞けないので問題が起きます。そんなものがなくてこそ聖霊の声を祈る時聞けるのですが、仮に答えが与えられるとしても、聖霊の声が聞けないなら、答えが与えられることも知らないのでありませんか。結論として、喜びを失ってしまう根本的な原因は、自分の心にある肉の要素なのです。心から肉を脱ぎ捨てていくほど、霊的な喜びと感謝がさらに望むようになります。第2に、いつも喜んでいるためには、すべてのことで御霊に従わなければなりません。私たちが求める喜びは、この世の喜びではなく、上から来るものであり、御霊による喜びなのです。私たちのうちにおられる御霊が喜ばれる時こそ、私たちも喜んで満たされることができます。何より神様を心から礼拝する時、祈って賛美する時に喜びが与えられます。また神の言葉を守り行う時に喜びが感じます。霊と誠によって礼拝して、祈り賛美し、そして神の言葉を守り行う時に喜びが与えられるのです。御霊に感じているうちに、自分に欠けているところを悟って立ち返った時も、どんなに幸せでしょうか。このように真理に変えられて、以前と違う自分の姿を見つける時も、とても幸せで感謝します。皆さんの日常生活で、ある選択をするとき、御霊に従うことも、肉の願いに従うこともあります。そのたびに御霊に従っていくなら、御霊が喜ばれるので、皆さんの中に喜びがぎっしり満たされます。第3ヨハネ 1-4 に、私の子供たちが真理に歩んでいることを聞くことほど、私にとって大きな喜びはありませんとあります。私も皆さんが真理に歩んでいること、光のとどまることが、どんなに幸せなのか分かりません。皆さんの家庭が平和のうちに、夫婦の間で幸せに暮らして、親子の間で幸せに暮らしている家庭を見ると、私が嬉しくて幸せです。この御言葉のように、皆さんが真理に歩んでいるとき、神様を喜ばれるし、御霊に満たされるようにして、喜びを与えてくださるのです。このように一回一回御霊に従っていくほど、霊的な喜びが加えられるだけでなく、心も真理の心にだんだん変えられます。そうするほど、喜びの実が豊かに結ばれていき、顔には霊的な光が望むのです。愛する聖徒の皆さん、第3に、喜びの実を結ぶためには、喜びと感謝の種をまめにまかなければなりません。
肉的にも実を刈り取ろうとするなら農夫は種をまいて刈り取るロークが必要ですね。同じように喜びの実を結ぶためには皆さんが喜びと感謝の条件をまめに探して神様に感謝の生贄を捧げなければなりません。信仰のある神の子供なら毎日喜ぶことがどんなに多いでしょうか。まず何よりも変えられない救いの喜びがあります。また慈しみ深い神様が私たちの父となって真理の中を歩んでいる子供たちを守り、求めるものは何でも応えてくださるのですから、どんなに幸せでしょうか。しかも生徒の皆さんは最小限手術を完全に守って自分の献金だけことごとくしても一年中事故や災難に遭いません。罪を犯さないで戒めを守って忠実である方なら祝福の証がいつも煽れています。仮に何か困難な状況に置かれても皆さんは問題の解決する方法をよく知っています。過ちがあったら悔い改めて立ち返ると神様が憐れんでくださり答えをいただくことができます。自分を顧みて責められるところがなければかえってもっと喜んで感謝すればよいのです。自分が責められるところを探して自分に責められるところがあるのではないか、神様が責められるようなことはないのかと探して悔い改めて、なければかえって喜んで感謝しなさいということです。すると神様がすべてのことを働かせて益としてくださるし、さらに大きな祝福をくださいます。その上、この教会には神の力がいつも現れています。数多くの不思議と印、答えと癒しの御業を皆さんがいつも見て聞いて体験するので、霊の信仰がすくすく成長させることができます。このような全ての恵みを当たり前と思ってはいけません。いつも喜んでいて感謝する告白をしなければなりません。このように感謝の条件を探して喜ぶと、神様はさらに多くの感謝の条件をお与えになります。するとますます感謝と喜びが大きくなるし、ついに喜びの実を完全に結ぶようになります。明日に持ち越さないで今日この時間に結んでください。愛する生徒の皆さん、心に喜びの実が結ばれていても時には悲しむ場合があります。真理にあっての霊的な悔しみです。まず悔い改めの悲しみです。罪を犯して試練や患難がやってきたのに、ただ喜んでいて感謝するだけで問題が解決されるのではありません。根本の問題を解決しなければなりません。罪を犯したのに喜ぶ人がいるなら、それは神様と関わりのない肉的な喜びです。その時は涙で悔い改めて立ち返らなければなりません。神様を信じていると言っていながら、どうしてこんな罪を犯したのか、主がくださった恵みをどうしてこのように裏切ったのかと徹底的に心砕いて罪を告白しなければなりません。神様がその悔い改めをお受けになって、罪の隔ての壁を壊してくださってこそ喜びが回復します。飛んでいくように軽い心になって、上から新しい喜びと感謝が望むのです。ところがこの悔い改めの悲しみは、自分が災いにあったので辛くて苦しくて悔しい涙とは明らかに違います。いくら涙と鼻水を流して祈っても、自分の立場を嘆きながら泣くのなら、結局肉的な悲しみであるだけです。また完全に罪から立ち返ったのではなく、刑罰を恐れてその瞬間だけ免れようとするなら、誠の喜びは望みません。心に許されたという確信もありません。誠の悔い改めの悲しみなら、本当に決断して罪を犯す心そのものを捨てて、悔い改めにふさわしい実を結んでいかなければなりません。そのような時こそ上からの霊的な喜びが回復するのです。次に、神様の栄光が遮られる時や、死に向かっている人のために悲しむことも真理にあっての悲しみです。このような悲しみがあれば、それだけ切に神の国のために祈るようになります。何としてでもより多くの魂を救って神の国を広げるために、清められることと神の力を求めるのです。ですからこれは真理にふさわしい悲しみであり、神様も喜んでお受けになるのです。このような霊的な悲しみがあっても、心の奥から喜びはなくなりません。憂鬱で気を落としたり力を失うのではなく、相変わらず感謝と幸せがあるのです。
結論です。愛する聖徒の皆さん、神様が最初の人アダムをお作りになった時、彼の心に喜びもくださいました。しかしこの時のアダムが持っていた喜びは、人間工作を受けた私たちの喜びとは違います。命の息が吹き込まれて作られたアダムには肉に属するものがなかったので、喜びと反対になる要素がありませんでした。悲しみ、涙、苦しみ、思い煩い、心配など喜べないように妨げるものがありませんでした。つまり喜びの価値が悟れる相対的な概念がなかったということです。病気で苦しんだことのある人だけが健康がどんなに大切か知っています。貧しくて飢えたことがある人でこそ、豊かな生活がどんなに幸せなのか心から悟れます。アダムはどんな苦しみも体験したことがなかったので、自分が味わっている生活がどんなに幸せなのか悟れませんでした。永遠の命とエデンの園の豊かさを味わいながらも心から喜ぶことを知りませんでした。それで善悪の知識の木の実を取って食べ、罪を犯した後、その心に肉に属するものが入ってきて、その喜びも失ってしまいました。この地上での苦しみを味わいながら、悲しみ、寂しさ、虚しさ、わだかまり、心配、憂いで心がぎっしりになったのです。しかし今工作を受けている皆さんは、アダムが経験したことと反対の作業をしていかなければなりません。霊的な喜びを回復することです。そのためにはまず肉に属するものを捨てなければなりません。またいつも御霊に従わなければなりません。皆さん本当に御霊によってだけ歩んでいれば、数ヶ月でこのような実が結べます。数ヶ月間心と思いをコントロールして自制して御霊に従っていくなら、数ヶ月でも実が結べるのです。心に留めて行うなら、そうしないからできないのです。そうしないから実が結べないし、1年も2年も5年も10年15年20年もかかるのです。すべてのことについて喜びと感謝の心と告白で喜びの種をまかなければなりません。これにすべて肯定的に見る心と、いつも美しく良いものを求めようとする心が加わると、皆さんのうちに喜びの実が完全に結ばれるでしょう。この喜びはエデンの園で生きていたアダムと違って、すでに相対性を体験した後に得た喜びです。ですからこの喜びが誠の喜びであるのです。天国で味わう誠の幸せがこの地上でも皆さんの中に望むのです。その上、工作のあらゆる過程を終えて実際天国に入るなら、その喜びはどうして皆言葉にできるでしょうか。愛する聖徒の皆さんは速やかに喜びの実を結んで毎日喜ぶ生き方になりますように。また御霊のすべての実を豊かに結んで新しいエルサレムに入り、神様がくださるすべての喜びを思う存分味わいますよう、主の皆によって祝福して祈ります。メッセージを覚えて祈りましょう。ハレルヤ。生きておられる父なる神様、今日もたっといメッセージを聞きました。御霊の心の血の実の中で喜びについて聞きました。誠の喜びは肉に属するものを捨てて御霊に従い、感謝の告白と喜びの種をまくのだと言われました。感謝します。イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。涙の中おらる主、愛の主、それは命与える救い。